今日はゲストを迎えました。わがまま王子ことサトシノ。どうも、わがまま王子サトシノです。でももう何段目ですか？ベルト、ポーチ、ジャケット、第4弾。わがまま王子オーダー第4弾、はい、今回は多分サトシノらしいのはウールとシルク、触った時にカラッとしてるし、すっごい肌触りもいい。一応一発目多分限定に、あ、限定で、はい、自分でやった洋服の中でも衛生定番クラスネタはめっちゃ長切れそうですね。振動です。いつもご視聴ありがとうございます。登録と高評価よろしくお願いします。あとコメントしてくだされば嬉しいんですが、今日はゲストを迎えました。はい、わがまま王子ことサトシノ。どうも、わがまま王子サトシノですって毎回このくだりですけど毎回このくだりなんですけど、まあ、前回来てもらって、はい、前回のこれビンジャックのブラックのカシミヤビンジャックカシミヤだけど、これねやばかった。いや、瞬殺らしいっすね。あとは欲しいっていう人の声多数、うん、記事なくできず、うんうん、もうそのまま眠ってます。あ、マジですか、はい、あとインスタグラムのお客さんからもようやく届いたっていう声がすっごいあって、でもコロナでちょっとスピードが遅れてっていうのと、まあでも想定以上にはできたんで、なんですけど想定以上に欲しいっていう方がたくさんいらっしゃって、溢れてましたよ、はい、それでそっからこの間の話ですよね。まあ僕が来たということはもうまたわがままわがままオーダーわがままオーダーもうね、わがままオーダーこれもう多分これは動画で言ってたよね。まあそうですね。でももう何段目ですか？指定のやつ、ベルト、ポーチ、ジャケット、次第4弾。わがまま王子オーダー第4弾、今回は真っ黒なスーツ。これね、かっこいいのがなかなかないんですよ。これは僕の腹より黒い、はい僕の腹より黒いスーツを着ろ。いや、もう最高ですね。これは、そう言うてたじゃないですか、黒いスーツでかっこいいのがない、うん、で、だから黒いスーツって、僕の世代だとレザーボアドックスとか、はいはい、ああいうところで出てきた、うん、ちょっと締まった男っぽいスーツっていうのと、例えばジルサンダーに代表されるのは、ああいうミニマリズムのデザイナーさんがやってるようなことと、うん、はい、まあ、いろんなのがミックスになってるんですけども、うん、なんかこう、絵のどこにあんのみたいなことじゃないですか。僕も多分20代からずっとその黒のスーツって変わんなくて、はい、まあ、エディスニムから始まり、本当にああいうシャープでモードの世界のブラックスーツって憧れの一つであって、うん、で多分進藤さんとかでラルディーニとかでオーダーした時も黒の無地ずっとやり続けてたんですよ。そうですよね、そうですよね。やってたじゃないですか、黒無地とりあえず記事見せてくださいって、はい、僕も通年定番でラルディーニの黒無地オーダーをしてたんですけど、でもちょっと時代とあと年齢も変わっていって、で肉付きも良くなり、そんなにシャープでシャープでなんか、そうですよね、ちょっとまあ我々ラグジュアリーにさ、肉体の方がラグジュアリーになるパターンとか、あんまり極細のラペルどうなのとか、はい、いろいろ出てくるじゃないですか、はい、まあ、そこも含めて程よいその40オーバーが着れるかっこいいブラックスーツ。いやでもね、これね40オーバーが大体着る時って若い人着たらめっちゃもっとかっこいい。そうなんですよ、シュッとしてるから。そうなんですよね。じゃあそういうちょっとオーダーで今回したんですけど、どう、実はもう来てるっていう、僕ももう来てるっていういや今朝今届いてびっくりですよ。これめちゃくちゃかっこいいですね、はい、これこの辺にね大きい写真出てると思うんですけど、はい、これね黒いやつがいいっていうから、うん、限りなく黒いでしょっていう。いや、黒いっすよねこれ。これはこの黒と多分並べたら余計わかる。これはカシミヤのね、ヴィンテージカシミヤの黒ですよ。俺も黒いと思ってましたけどね。でもこれよりも黒いんですよ、うん、これはスーパーブラックって言われてる黒で、うん、で実際にウール100でやるよりも多分サトシ色らしいのはなんやろなっていうので探して、ウールとシルク、あ、シルクこんなんですね。だから触った時にサラッとしてるし、すっごい肌触りもいい。かといって薄すぎないんで、うん、冬は着られへんこともないし、真夏は、まあ、真夏は何着ても暑いから、うんうん、だからまあとりあえず置いといて、はい、一年中着れて態度アップしない、サイドアップする、うん、いろんなシチュエーションで着れる、はい、ジャケットだけで着れる、パンツだけで着れる、すごいこう全部てんこ盛りにした状態でどういうのしたらいいんかっていうのでできたのがこれです。まさにこれ今回のビンジャック製なんですけど、普通のいわゆるジャケット単品とちょっと変わったところってありますか？ね、基本的には変えてないです。あ、ベーシックに変えてないですね、はい、なので今日僕これ立つとあれなんですけど、こういう風にそうですよね、トランザーと合わせてるんですけれども、ジャケットだけ単体で着てもらってもおかしくないように、ね、完全にパンツもスーツも、ね、セットアップで、はい、
まあ、セットアップって感覚の方が近いですね。近いですよね。スーツでパリッというよりは本当トラウザーズだけでも使えるし、はい、ジャケット単品でもこうやって着こなせる。そうですね。だからこれのいいところっていわゆるスーツと違ってこれは真珠もないし、うん、もうすごく柔らかな仕立てになってるし軽いしで胸ポケがないから、うん、もちろんポケットチーフとかは逆にさせないんですけれども、はい、すごくこうデザインもクリーンな感じになりますし、ミニマムですね。でポケットがこうパッチになってるんで、うん、そういう意味でもちょっとカジュアルな雰囲気だから黒になるとガチガチになってフォーマルっぽくなりすぎると今日なんか健康式とかって言われるんですけどこれやったら T シャツ今日撮影着てるみたいな、うん、僕今日ポロ着てますけれども、はい、やし前も僕のところで紹介してたこれねロロピアーナのシルクカシミア見ましたよ。めっちゃいい SNS でめちゃくちゃいい。これもシルクカシミア、彫りが違うんですね。違う。でこれはモヘアのタイだからこういうのを合わせたり、多分どれ合わせてもいいと思うんですけども、はいはい、こういうの合わせてもいいしシャツ何合わせてもいいし、うん、例えばシャツでもいろいろあって、まあ、例えばこういうデニム合わせるパターンもありやし、例えばこういう僕着てるみたいなチノ合わせるパターンもありやし、まあいろいろあるけども白シャツ、うん、サックスブルー、うんうん、まあちょっと赤っぽいやつ合わせてもいいし、はい、多分ね何合わせてもそこそこ収まるんですよこれ。だからサトシ君みたいにどっちかというとカットソー着てるケースが多い。でもネクタイするケースもあるやんか。あります。仕事で誰かに合う、でもそんなに硬いスーツはいらない。あとは家でリモートワークするときになんとなくジャケット着た方がお客さんとやり取りするのにいいとかっていう風になったときにこうやって羽織ると雰囲気は変わるし、でもガチガチじゃないから重々しくないし、うん、っていうようなそういう使い方ができるっていうのに出来上がってから気づいて。でも着てみて分かりますけど本当カーディガンですよ、まあ、こっちも本当カーディガンジャケットみたいな。そうですね。これ持ってる人もいらっしゃると思うんで分かると思うんですけど、より軽いんでもう夏場でも僕夏場でもいける気がします全然。いや俺もねこれね重いんですけど生地が結構シャリシャリしてるから、うん、そうドライなんですよかと言いながら外から見た時にそんなにシャリ感ないんで、うん、まあ365日いいんじゃないですか。したら多分シワだらけになると思うんで365モデル、365モデル一年中本当に着れるかなと。いやいい、なんかこんな生地あったんだっていうかね、この生地のバランスとこの仕立ての、まあ、デザインのバランスが本当に、はい、これ色自体もスーパーブラックって言って限りなく黒く染めるときに使うテクニックで染めてて、まあ、いわゆるフォーマルウェアに使うような染めの技術なんですけども、例えばこのジャケットの特徴で言うとラベルがステッチがなくて、うん、でボタンホールが手っていうすごいクラシックなところとモダンなところがミックスになってる。でラペルはそれなりに大きいんだけどもちょっと低めやから、うん、いわゆるクラシックな感じにもなれへんし、うん、クラシックとモダンが入ったり出たり入ったり出たりしてる感じなんで多分それで着やすいと思うんですよ。それこそ本当にそれはインナーとか小物使いで、はい、どっちにも触れますもんね。クラシック寄りにしようと思ったらインナーとかを変えればいいし、そうです。だから真っ白のシャツを着て、うん、さっき言ったみたいなこういうタイをして、はい、で普通のベルトをしてスーツっていう形にすればすごくガチッと着れると思いますし、ジャケットだけで着る時も合わせるものをものすごくトラディショナルにしたら、例えばさっきのサックスブルーのシャツとかで普通のベージュのデニムとか履いたらまたそういう雰囲気変わるし、僕着てみたらこうやってポロを中に着るっていうのも、ポロもいいですね。ポロも結構ありでしょ、うん、ありで、例えばベルトとかでも撮影も今日してたけど、このダソンのこのクロコダイルのこういうリングとか入れるとまた雰囲気変わるし、だから合わせるアイテムと着る人によって雰囲気が変わる。ワードローブがみんな限られるじゃないですか、うん、買えるもんも、うん、置ける場所も限られるから、はい、じゃあそれが豊かに広がっていくっていうのがうちのコンセプトで、サトシ君からそういう話を聞いた時に黒がいいとかって、うん、じゃあ黒やったらどうしようかなって言ってざーっといろいろ考えた時にできたのがこれ。でもこれだとね、僕今回足元これにしたんですよね。ああ、うちのロスクのそうコンビのコンビ。こういうなんか足元で遊べるというか、まあ本当に僕はどちらかというと V ゾーンはごちゃごちゃとしたくないので、足元とかこういうアクセサリーでちょっと差をつけたい。ああ、今日クロコのブレスもありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかそういう組み合わせが、まあ新藤さんのところってそういう一人一人パーソナルには別々で遊べるみたいな。いや、本当に着るものによって変わるんじゃなくて、うん、人によって着るものの見え方が変わるっていう、人が主役やから合わせるものが
例えば今履いてるみたいなコンビのこういうビットのモカシンでもいいし、普通のプロのストレートチップとかプレントゥーでもいいし、もちろんこうやってスニーカーでもいい、スニーカーでもいいですね、真っ白のスニーカー履いたり、まあ、それでもう着こなし全然変わるから、うん、もう本当に人それぞれ、そうです、ね、だから黒の重さもあんまりないっていうような、うん、そういう雰囲気になる、うんイメージ言ったら、河川のナイロンとかのスーツ着てるノリでも着れんことがない。あ、そういうことですよね。でもまあちょっとナイロンのセットアップも少し縮小気味で、うん、まあでもウール着たいけどガチガチしんどいなっていう人にはちょうどいいですね。ちょうどいい、多分そういう感じだと思う。僕みたいなモチベーションの人って多いと思ってですよ。いやいや、仕事行ける、遊び行ける、うん、でジャケットだけ行ける、パンツだけ行ける、着こなしの幅は相当広いと思う。相当広い、いい意味で主張しすぎないじゃないですか、形が、うん、まあいろんなブランドってどうしても黒の無地って言ってもそのブランドの色が出すぎてしまって、はい、逆にちょっと着こなしの幅も狭まるんですけど、はい、だから人のキャラによって合わせられる、うん、見た目もどっちかって言ったら癖あるくせにアノニマスみたいな名前があるようなないような、うん、そういう見方するんで、ワードローブの収まりはめっちゃええと思う。いやー、貧弱やけどもそんなにたくさん売れんから、一応一発目多分限定に、あ、限定で、はい、いや、いいと思いますよ。でもね、これね、僕結構自分でやった洋服の中でも衛生定番クラスめちゃわかんない、めっちゃ長着れそうですよ。いや、ほんとそう思う。僕もわがままオーダーと言いながらもうなんかオーダーするなら長く使いたいとか、そのいや、そこなんですよ。それはめっちゃ大事。そこなんすよね。皆さんいろんなことやられてるじゃないですか。ああいうのって結局ファッション誌には出てこない話だけれども、はい、実際にみんなが実践してて長く着れるっていう、うん、そのコンセプトっていうのはあんまり今まで一般の視聴者の方だったり、うん、読者の方だったりっていうのにあんまり伝えられることがなかったようなことなんですけど、うん、まあ、これは僕のところの別に広告ね、広告は入ってください、広告最後まで見てくださいね、あのその間とかせこいんですけども、そういうことを関係なしに発信できる自分のメディアやからこそ、例えばこういう本当にオーソドックスなやつ、うん、じゃあプロのジャケットって言った時に、プロのジャケットって言ったらトレンド性ないからなかなか新しいもんではなれへんけども、うんうん、でも事実としたら持ってへん人結構多いと思う。いやいや、持ってない人多いと思いますよ。僕も持ってなかったプロの、うん、ね、なんか意外ですけどね、それ聞いた時に。そういうこと考えた時にすごくいいアイテムやったなと思って、うん、聞いた時にプロのスーツかどうなんでしょうかなと思ったけども、持ってきたなっていうのが正直な感想。決して飛び道具じゃないんですよ。飛び道具じゃないですよね、はい、飛び道具じゃないけど別に飛ばそうとか飛ばそう、そうもう本当に着こなし次第というか、はい、その人次第なので、いやいや本当にいいのができました。いや、最高。これあれですよね、ピンジャクのこのカシミヤのジャケットを購入された方はサイジングそのままで全然 OK なので、そうですね。でパンツも極端に細くしてないし、うん、極端に太くしてないんで、うん、すごく中央なサイジングになってるので、もし細いのが良ければお修理屋さん等でモディファイしたらいいと思いますけど、普通に履いていただけると思いますので、ぜひ一度お試しいただければと思います。最高。これで48です。48、僕も48です。いや、いいです。これはね、ほんと2着ぐらい欲しいです。僕制服にしたいんですよ。制服ずっと言ってたじゃないですか。言ってた。いや、まさかの制服論。最近そう思うんですよね。この間もなんかの、サカナクションの山口一郎さんが、はい、ずっと先日コメダギャラソンの黒のセットアップをされてるんですけど、なんか結局そういうお仕事、そういうふうにクリエイティブなお仕事してる人たちって、まあ、ファッションなんでいろいろ着たいのは当然なんですけど、普段はやっぱ制服でいたいんですよ、なるべくは。小芝さんもあのグレーのスーツを制服にしたのと一緒で。なるほどね。自分の制服っちゃ黒のスーツでもモードにもクラシックでも触れるようなの欲しいなって本当に思ってたんで。なるほど。なので、じゃあ制服にしましょう。3着ぐらいオーダーしていいですか。はい。俺3着オーダーしたの初めて聞きました。いや、それぐらいにしたいなと思うぐらい僕は本当これピンと着るんでありがたいです。ありがとうございます。詳しくは概要欄を見ていただくとですね、いろいろ情報出てますので、ぜひそちらの方をご覧ください。数少ないですもんね。数少ないです、うん、サトシロさんのインスタグラムも、はい、もう載せておきますので、はい、ぜひそちらの方も夜な夜な素敵な歌声が聞けると思いますのでまさかのインスタライブでほんまに歌歌ってるっていうね。4時間ぐらい歌ってます僕最近早く立って寝るんで。知ってる、はい、寝落ちして、寝落ちしてるっていう、ね、寝落ちしてますもん、ね、寝落ちライブ、まあ、4人ライブができるようになったから、またぜひ。え、4人ライブできるの？できるようになった。え、インスタで？インスタでできるようになった。どういうことですか？え、4画面まだやってないカオスでしょそれ。いや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 、できるんですか？はい、それ楽しみです。キングが誘ってました。マジですか？キングよろしくお願いします。はい、皆さんインスタライブをお互いやってますので、はい、ぜひそちらの方をフォローください。よろしくお願いします。ありがとうございました。